井上淳之助から1932年2月9日は日本の政治家、財政家、日本銀行第9、11代総裁、山本、浜口、第2次、若月内閣で大倉大臣に就任、貴族院議員、定大卒業後に山本達夫の勧めで日本銀行に入行、日銀では高橋小紀夫のチグを受け営業局長にまで昇進。 ニューヨークへの転勤を経て、横浜賞金銀行に招かれ、後に高橋の計らいで、古巣の日銀の総裁に任命される。日銀総裁時代に起きた昭和金融強行の際には、高橋とともに混乱の収集に当たった。第二次山本内閣で大倉大臣を務めた際は、関東大震災の混乱の中でモラトリアムを断行する。経済界でも、 ラ腕を振るい、第二の渋沢と称される存在となった。田中義一内閣で外務大臣候補とされるなど立憲政友会に近い人物と目されていた。しかし、金融システムの安定と経済界の整理を推進する井上に対し、銀行の正当化を進める田中政友会は衝突し、さらに田中政友会の中国政策にも井上は不満を感じていた。 井上は金本位制への復帰を目指す立憲民政党の浜口友好からの依頼で民政党員でないにもかかわらず浜口内閣の大倉大臣として入閣した。1929年までは金解金は肺病患者にマラソン競争をさせるようなものだと述べていたが大臣としては金縮財政路線を取り金解金を実現させた。しかし世界も相まって 日本経済はデフレーションに陥った。浜口祐子の退陣後に首相となった若月礼次郎による第二次若月内閣でも再び大倉大臣となり、近海近政策をあくまでも堅持した。民政党政権を支えたいの上は、声優会総裁を知りいた先輩の高橋、これには礼を尽くしたが、高橋の直弟子で、聖遊会の財政金融の第一人者となっていた。 三地中蔵とは、政敵として激しく批判を繰り広げた。井上蔵省が、自分の政治生命を守ることに執着したせいで、国民、特に中小企業と、農民層が、犠牲になった。また、緊縮財政を進める中で、海軍の予算を大幅に削減したことは、海軍軍令部や、右翼の恨みを買い、東水権反板問題と自身の暗殺へと、繋がることになる。 満州事変が勃発すると、井上は、同郷の南次郎陸将と親しいこともあって、若月首相に不拡大対応について期待されていた。しかし事変への対応が、後手に回る中で、民政党の実力者で内省である、足立健造が、強力な威嚇運動を推進すると、外省のし原喜十郎と共に、これに反対した。若月内閣が、内部分裂で倒れると、 井上財政は終焉し、高橋小歴予想賞の下で、積極財政を推進する、声優会の犬会内閣が成立した。野党に転落した民政党を、井上はあくまでも支えた。言動である、西恩寺金持ちに次の総理大臣候補として、期待されていたという。民政党の総務を任され、第18回衆議院議員総選挙の選挙、委員長も引き受けた。 しかし、増殖時代の経済の悪化などを理由に、決命団の暗殺の標的となっており、昭和7年2月9日、選挙への応援演説に向かう途中の道で、小沼忠氏により暗殺された。墓は、青山霊園にある、日本経済連盟会の結成や東洋文庫の創設に尽力。また、日本へのゴルフ普及の功労者でもあり、東京で最初のゴルフ場である、 東京ゴルフクラブの設立呼びかけ人となっている。遺族によると、死の数日後にゴルフクラブ一式が送られてきたので、ドライバー一本を筆品に収めたという、ありがとうございます。